潰さない経営、はい、テレマンチャンネル始めていきたいと思います。10月10日月曜日、はい、3連休のね最終日ということで、振り替え休日でしたということで、まあ一つね、びっくりしたのが、YouTube のねショートの方が5年ぶりにね、再生数ね、最多再生数を更新しまして、5万2000ぐらいかな、今回っておりますということで、5万2000回りました。YouTube はねなかなか回らないんで、まあ、このままね伸びて10万再生ぐらいいったらいいなと思っております。はい、でまあお題のね、潰さない経営ということですけれども、まあコロナ禍ね2年半ねとりあえず生き残ってまいりまして、でまあ先週ね、なんとかね、まあ、10月の2週終わったところまでですけれども、まあコロナ以前よりちょい良いぐらいなね、感じで終わることができたということで、まあちょっとねホッとしてるんですけれども、まあねまたすぐ落ち込むことがあるでしょうから、まあ一喜一憂せずにね、まあ、それに合わせたね経営をしていこうと、ね、思っておりますと。でまあこのね2年半でね本当に痛感したのが、まあ本当に最悪でもやっていけるね、仕組みを作るということかなというのがまず1点と、あとはまあね安定したまあ人で、まあ、スタッフ確保というかね、同じメンバーで働いていけるような体制っていうのがねどれだけ重要かということがね、まあ、改めて、思い知らされたね、2年半でしたということですね。まあ他店を見てますと、大手とか見てますと、まあコロナ禍始まってね、まあ人員カットでバッと、ね、クビにしたりさよならしたりということで、まあ最初の頃はね、人員カットがまあね吹き溢れておりました、まあ、飲食業界なんですけれども、そこでねまたちょこっと戻ってきたら、また採用してみたいな感じでね、まあそれ繰り返してきてましたので、もうね飲食業界ね何かあったらすぐね安定して、シフトに入れないとかね稼げないということで、まあ、あともともとしんどいみたいなねイメージ等もありますので、もう飲食業界でね働いてもねいいことないから、もうね募集があっても行かないっていうようなね、ある種のなんか流れができちゃったのかなと思いますので、まあ大手ね、飲食店とか、まあ、まあ YouTuber のね飲食店さんの話とかをね見てると、人手がいないから閉めてるね店がありますよっていうのはね結構、散見されておりましたので、もう人がいないとねもう開けれないレベルに、ね、最低限のなんか人数で回すこともできないレベルの、人手不足になってるんだなっていうのを見てね、改めて安定経営っていうのはね大事だなっていうのをね思いました。まあコロナ禍のね2年半のテーマで、まあ人切らないっていうのをねやってきておりましたので、とりあえず今いるメンバーは、最低限のね、まあ、夜10時までの、時給とか支払いはね保証しますよというのを、まあ協力、時短営業中もそれでやっておりましたので、まあなんとかね同じメンバーで現在まで来れておりますので、いい時も悪い時も、まあ、いい時はほとんどなかったですけど、悪い時もまあね最低限の、固定メンバーで回すと、まあ、その、まあ、今うちだったら、常に3人営業を、しとかないと、まあ、稼げる時に上値が負えない状態になっちゃいますので、まあ、ワンオペツーオペでねやってるお店とかもね、もともと 3,4 人でやってるところをワンオペとかでやってるお店もありましたけれども、まあ、ただそれするとねお客さんに迷惑かかったりとか急に忙しくなったりとかするとですね対応できないので、まあワンオペはねあんまりやるべきではないと、まあ、個人的にはね、まあ創業以来ね思っておりますので、まあ、それをやらずにねずっと来ておりますし、まあ2人でもまあうわーっと入った時にはまあ無理だろうパンクするからね、まあよろしくないと、まあうちのお店の構造上ね、まあ、3人はいないとまあね対応できないというかね、お客様に
まあ、不快な思いをねさせてしまうので、まあね、そのメンバー人数で2年半ずっと営業してきておりますので、まあその甲斐もあってね、まあ、なんとか、まあよそだとね、余計なあの求人費とかがね、かかったりとか、まあ、そういうのもなかったんで、まあ、いらんねあのコスト、出費がねなかったおかげで、まあ、なんとかね、乗り切れましたという、まだまだね続いておりますけど、とりあえずはですね。で、まあ、あとね、まあ、経営者自身のね、私自身の、まあ、精神的ね、安定というかね、まあ、その人員が安定していることによって、ちょっと甘えられる部分もありますからね、まあ、そういう面で、まあ、任せられる部分というかね、まあ、精神的にも、楽な部分が、ね、多々ありましたので、本当にねずっと、雇用し続けてきてね、まあ、苦しい時もね、頑張って人件費を払ってきた、おかげかなと思いますという感じですよね。まあそういう経験もありましてね、まあ、結局はね、飲食店というのはまあ人で、運営しておりますので、運営しておりますし、お客様っていうのはまあそのシステムでね回しているようなお店じゃないので、まあ個人店レベルだとまあ所詮ね、お客様っていうのは人につくわけなので、まあ気に食わないやつがねやってたら来ないわけなんでね、まあそのねいいメンバーでできるっていうのがね一番、常連さんになってもらいやすい環境だと思いますので、まあ、そこはね一番ね気をつけてやっておりますので、でまあ11日から、最低賃金が上がりますので、まあそれに合わせてね、まあ10月の、15やから14かなに支払いの時はまあ値上げしたね、一番下で1100かなまで上げて、で今度求人出す時は1050円から、募集するという形になりました。これねたまたまツイッターで流れてきたねツイートでおーって思ったのが、炭火焼肉田村、芸人のね田村さんが、営業をしてるね焼肉屋さんですよね。そこの時給も1050円から募集してたんで、あ田村さんとこと同じだとね思って、あ大阪と同じレベルかという感じですよね。なのでまあ下関でしたらね高い方かなと思いますので、まあねどんだけ反応があるか、ちょっとね楽しみでもありますしね、どうかなという感じですよね。で今回ね4年間ね頑張ってくださったね大学生の子がね卒業ということなんですけれども、まあ、やっぱね1回生の頃から働いてくれてるとね、本当楽ですよね。3年からとかね、4年生からとかだったらね、まあ、ちょっと教えても覚えたらね、卒業みたいになっちゃいますので、楽さが違いますね。やっぱり1年生で、採用できたらこんなに楽なことはないんですけれども、ちょうどね入れ替えの時期なんで、そのねトレーニングの、ね、状況とかを考えるとどうかなという感じなんですけれどもね、まあ、できれば地元の子でね、地元の大学に通う子で、まあ、2月ぐらいからね、まあ、早ければ1月からでもいいんですけれどもね、なかなか高校の縛りとかで、もしかしたらできないパターンもありますけれどもね、まあ、どうかわからないですけれども、そのあたりで、1年生を採用できたらね一番いいんですけれどもね、はい、まあ、そんな感じですね。まあ、なので、もうね潰れない経営をするためには、まあ、とにかく人員の安定、それね時給とかでコストを調整するんではなくて、継続的に入ってもらえる人を、雇用するというのがね、まあ、トータルで見たら、まあ、コスト、まあ、一番コスパがいい、雇用形態というかね、になると、まあこれまでやってきてね、もう本当に痛感しておりますので、まあ、ケチってもね、本当に後で高くつくというかね、だけなので、もう気持ちよくね、働いてもらえる
まあね、条件を提示して、まあ、それでね、まあ、お互い、イーブンな対等な、ね、立場で、やると、まあ、気持ち的にですね、でやるのが一番いいかなと思いますよね。あんまり時給が低すぎたらね、雇われてる方がね、立場が強くなっちゃったりね、あ、じゃあ、シフト入りませんとかね、まあ、そんな風になっちゃいますので、あくまで、まあ、対等な立場でね、おれるような、環境が一番いいんじゃないかなと思っておりますと。で、まあ店舗運営に関してはですね、まあとにかく損益分岐点を下げるということが、改めてね大事なことだなと、まあ、安売りとかをしているところは高原価高人件費とかでわーっとね回、まあ、してるとこもうあくまで、高売上を狙わないとずっと維持しないと回せないような、まあ、そういうね、薄利多売の、運営っていうのはもうねできなくなっていると思いますし、まあ、大きいところにチェーン店とかだったらねまだできるかもしれないですけれども、個人店でねそれをやっちゃってたら、今でもたまにね、新しい店できましたよって言ったらなんか、SNS 等でね流れてくるメニュー表見たらね、いやこれは無理やろうっていうのはね、まあ別にお客様はね喜ぶかもしれないですけれども、じゃあこれで継続的にできるかと、まあ回せんことはないけれども、じゃあそのやってる本人のね幸福度とかやってる意義とかいうのがねあるのかなっていうようなレベルの、価格設定っていうのをねやっちゃってるお店とかもありますので、まあ、それを見たらね、普通に働いた方がいいんじゃないかなっていうふうにね、まあ、それで生きがいでやりたいっていう人もいるのかもしれないですけれどもね、ちょっと商売としてはあんまり商売になってないんじゃないかなっていうようなね、ふうに思っちゃうような、根付けに、ね、なってるお店等もね拝見しますので、まあ、あくまでその損益分岐点を下げれるレベルの、適正価格で、勝負して、まあ、適正人員適正価格で、勝負して、まあ、それで来てもらえないお客様は、まあ、もうしょうがないかなっていう感じで諦めて、まあ、それでも来ていただけるお客様をどれだけね、増やせるかっていうのがね、まあ、本当に今回みたいな、まあ疫病とかね、まあ、天変地異とか、まあ、今からもしかしたら来ると思われるね大不況、等の中でも生き残れるね、まあ、唯一無二のやり方じゃないかなと思うわけですね。まあある意味成功法って言ったら成功法ですけどね。はい。でまあうちの場合は、まあ、私がね、まあ、独身で独り身なんで、今までだったらもう上値、まあコロナ以前は、人よりね、稼ぎたいみたいな感じで、上値をね、追いたいなっていう気持ちの方が強かったんですけれども、ふとね立ち止まると別に。生活費を抑えたら別にね最低限どこまでだったら生きれるかなっていう部分をねちょっと立ち止まってね計算したらこのラインっていうのがねある程度見えてきたわけなんですよね。だから予想の損益分岐点よりまあうちの店の方が、損益分岐点低いわけなんですよね。自分の取り分生きていける、レベルの話をするとですね、その贅沢ができるとかね、まあ、そういうのをねなしにしてただ生きていけるレベルはどの程度かっていうのをね計算すると、もうちょっと下げれたわけなんですよね、損益分岐点を。で生活レベルもね、家も引っ越しまして安いとこにね、引っ越してね、まあその分ちょっと楽になったので、その人件費の方にもね、まあ転嫁できるかなっていう感じですよね。まあ、その分だけでもいけるかなっていう感じなので、まあそのねそあのまあ無理は多少の無理はしてますけど、まあ、そこまでねめちゃくちゃな無理をして経営バランスが崩れるようなやり方でやってるわけじゃないので、まあなんとかなるかなっていうふうな、まあ、数字構成になってるかなと思いました。でまあとりあえずは今はねその本当の、生きるか死ぬかの、まあ、損益分岐点、まあ、自分のね命ライフのね損益分岐点というかね、まあ、生死の境目のラインはどの点かっていう感じで今考えておりますので、
まあ、そう考えるとね、店を残す存続するというだけであればある程度耐えれるかなというラインが、まあ、改めてね今年の、まあ、そのねあのコスト削減とか、まあ、自分の生活はね、一番下までね下げ切っての、現在であればですね、まあ、できるわけなんですけれども、でまあその下をね設定しとけばあとは、まあ、今回みたいにねたまたま、流れが戻ってね良くなると、まあ上値はねかなりでかくなりますので利幅が取れるようになるので、まあ今度は楽になりますよね。あの普通に忙しくなれば、今度はね得られるものも多いし取り返せると、今までねもらってなかったのを取り返せるというのもあるし、なおかつ、キャッシュが入ってきますので、まあ、それをねまた再投資してなんかね他のこともできたりとか、まあ何だったらまだ人件費が上がってね、多分来ると思いますけれども、それにも対応できる余裕を持って対応できる、経営のね仕組みができると思っておりますので、まあ、そういうのも考えてね、まあ、当たり前のことをね当たり前にやっていくと、でそれプラス経営者の、まあ、損益分岐点、ね、経営者自身の、ライフ、ね、命の、ライフ、デッドオアライフの、境目をどこにしているかっていうのでね、また、流れがね流れがというか経営のねやり方が変わってくるんじゃないかなって思います。まあ、このやり方はね、まあ、たまたまね幸か不幸かね独り身で、多分日本全国でね一番コスパがかかってない経営者だと思いますので、コスパが良いね、経営者だと思っておりますので、まあうちだからできるやり方かもしれないですけれども、まあそれでねやっていって、まあ10月は、まあ、ちょっといい流れになるかなと思いますので、まあそこでねどれだけ上積みが、取れるか、ね、売上利益を残せるかっていうのはねテーマだと思います。はい、まあ、そんなわけでね、まあ、そこの底までね損益分岐点、まあ、人生におけるね、デッドアライフのラインを経営者の、ね、ラインを下げましたので、良くなればその分ね、利益率は高くなるよと、まあ、生活レベルをね今のまま維持しての話ですけれどもね、だと、利幅はね取れますので、まあ、いいんじゃないかなと思って今やっております。はい、まあ、まさにね臥薪嘗胆という感じですけれどもね。はい、まあ、というわけでね、まあ、誰にでもねできるようなやり方ではないですけれども、まあ、あとはそのコロナ禍でのね生き残り方弁当を売ったりとか、まあ、今は、値幅がね利幅が合わないんでやめてももう廃業しましたけれども、まあ、そういうね他のやり方等もね、まあ、やろうと思えばねできるという、風なねちょっと枝葉が見えましたので、またなんかなその一般市民の、まあ、その消費価格の、感覚っていうのが落ち着いたらまたできるかもしれないですしね、今は、まあ、やろうと思わないですね。はい、なので、まあ、そういうね、昼の商売のやり方も、まあ、できんことはないなっていうのを今回、2年半でね、まあ、模索できましたので、まあ、やりようはねいろいろありますので、まあ、とりあえず今はそういう時期じゃないので、もうねライフオアデッドで経営者の損益分岐点を下げまくり、とりあえずね、買いになりますとね、丸くなってね、しのぐ時期だと思ってますので、まあ、それをね耐え切って、まあ、今回ちょっとね良くなりましたという、お話でした。はい、まあ年末年始、まあ、もう一発ね、第8波来るでしょうけれども、まあ、それがなければ、まあ、ちょっとね年末年始で稼げるかなというような、まあちょっと目算というかね目論みね、になっておりますので、まあ今までね食らって食らいただただ食らいまくってきてましたので、まあ取れる時はねしっかりね稼ぎたいと思っておりますので、まあそうじゃないとね運営できませんので、はい、当たり前の、まあ価格で当たり前のね人員で当たり前の商売をして、まあ、当たり前に稼いで当たり前の生活ができるようにして、まあ、当たり前に支払いをするというのがね、
まあ、モットーなので、まあ、それをね実践できるように、まあ、頑張っていきたいと思います。はい、というわけでね、ご視聴ありがとうございました。終わります。